はいどうも、カニカマをどれだけ食べればカニの価値に追いつくのかよく考えてます森ちんです。さあ今回もモンスターハンターフロンティアやっていこうと思うんですが、今日はですね、今カニの話しましたけれども、カニのイベント行きます。こちらですね。はい、ドドンと10万時間ありがとう、カニ道楽味のリクエスト便総額10万円相当プレゼント1月9日までっていう、こちらのイベント来てるんですけれども、まあカニがもらえるイベントが来たんですよ。10万時間経ったんでね、サービス開始から10万時間経ってね、ありがとうの気持ち、感謝の気持ちを込めて抽選で10名様に総額10万円相当のカニをプレゼント。このね、味のリクエスト便きらめきコースっていうのがね、もらえるみたいなので、こちらもらえるためにこの応募条件のクエストやってこようと思います。なんかゲーム内のクエストをクリアすることで、この条件達成することができるみたいなので、シリーズクエストの水木とカニパをクリアすることが条件ってことなんでね、これしっかりとやってこようと思います。で、まあ注意事項なんですけれども、まあ応募規約ね、こちら書いてありますが、まあこの時間ね、キャンペーン期間の間にやって、でまあそれが終わったら、まあメールの方に来ますので、ちゃんとメール見れるようにしといてねみたいな感じですね。これですよ、このカニがもらえるっていうことでね、しっかりとこれはもうやらないとあかんですね。まあまだまだ時間はあるんですが、今週来たんでね、せっかくなんで今週やろうねっていうことで、でここ真ん中にね、カニが3体いるんですけども、大名ザザミと将軍ギザミと大君ザムザで、ザムザまあこの形で来たのかな、人気投票1位になったけど、こういう形であれなのかな、人気投票1位になったんでこれでどうですかみたいな話なのかな、これで折り合いつけようっていう感じなんですかね。みんなが思う理想は定位化してくることだったけど、まあなんかこれでいいでしょみたいな感じなのかな。まあでも別にいいと思いますよ、タイクンザムザなかなか手加えるの大変だなとは思いますので、まあ一応これでね、頑張ってこようと思います。はい、こちらベテランシリーズ水木とカニパー、カニパーティーのためにカニを狩猟し、カニ道楽味のリクエスト便を当てよう。こちらですね、こんにちは森ちんさん、どうもこんにちは水木さん、メゼポルタのグルメ女王といえばこの私水木ですが、知らねえな、といえばじゃねえ、知らねえな、実は私カニが大好きなんです。てへ、ちょっとぶりっこ入ってきた、やばいんじゃないの、ちょっとそういうぶりっこしないとなかなかきつい感じになってきたのかな。今年はまだカニを食べられていなくて、カニしゃぶとかも美味しい季節だし、そろそろ食べたいなと思いまして、僕は全然カニカマで十分かなって思う人なんだけど、まあ豪華にしてもねってまあ思っちゃうんだけど、まあそれでせっかくなので複数種類のカニを味わいたいんですよね。もちろん森ちんさんと一緒に。僕と一緒に、僕は別に構わないけど、うんうん、私はここから動けないので森ちんさんに美味しいモンスターの狩猟をお願いしたいんです。モンスターやっぱあれ美味しいんだ、あいつら美味しいんだ。全部で5種類あって、最初はカニ汁に最適なヤオザミ5匹の討伐をお願いしたいんです。この依頼受けてもらえますか。なるほどね、5回やってくればいいのね、了解了解。ヤオザミ程度だったら全然余裕ですよ。でこれどのクエストでもいいので達成してくださいね。なんでもいいの、 OK 分かった、じゃあやってくるわ。はい、今ねサブタゲクリアしてみたんだけど、これでいけるかどうか、4匹でサブタゲ終わるんだけど、あの AB ね終わるんだけど、6匹今買ったんですよ、まあ、5匹でいいと思うんだけど、これサブクリして達成できるんだったらこっちの方が早いよね。ちょっとこれで見てみようと思います、どうなるのか、結果見てみようと思います。お、できた、なんだよかった。砂漠の暴れん坊っていうクエストでねやってきたんですけど、ヤオザミいいね、5匹さえやればサブクリでもいいんだったらこれ楽ちんですね。まあだから最終ツアーとかでもいいのかなって思うんですけど、まあまあまあ一応これで OK です。おかえりなさい、ヤオザミ5匹の討伐お疲れ様でした、次のカニ集めの準備ができたらまた声をかけてくださいね。またこのパターンもそのまま続けてくれていいんですよ、めんどくさい。ようこそ森ちんさん、次のカニ集めもよろしくお願いします。2種類目はカニサラダに最適なガミザミ5匹の討伐をお願いしたい。了解しました、じゃあやっていきましょうか。あー、やっとガミザミ5匹いけました。マジいない、全然いない。まああのクエストね、 G級の将軍ギザミのクエスト来ました、そこの3番ですね、そこに最初4匹いて、でまた復活するんで、これが一番楽かなと思いました。もうラビー行ってやろうかと思った、出なすぎて、マジで地図納品のクエストとか全然いないんだもん、びっくりしちゃった。まあとりあえず将軍ギザミ倒せばこのクエストクリアするんで、これで、あてかこれクエストリタイヤはどうなんだろう、ちょっと見てみっか、クエストリタイヤでもいけたらね、めんどくさくないもんね。これちょっとやってみよう。あ、さすがにダメでしたね。
はい、これで OK ですね。もう嫌なところに行きやがって、もうほんとマグマ効かないのどうにかしない？マグマ入れるおかしいでしょ、将軍ギザミが。おかしいおかしい。まあとりあえずこれでガミザミのやつは OK です。はい、 OK です。ガミザミ5匹終わりました。これめんどくさかったね。ガミザミ全然いないんだね。すげえ倒した気もするんだけど、あ、こんにちはカニ、モリチンカニ、なんだこいつ。はっ、すいません、楽しみすぎて語尾がカニになってしまいまして、気をつけなければ。やばい、ちょっと病院行った方がいいかもしれない。ちょっとやばいですよ。気を取り直して3種類目のお願い、ダミオザザミ1匹の終了ということで、焼きカニにしたいです。この依頼受けてもらえますか。何、火属性で攻撃しなきゃとか、そんなのはさすがにないよね。はい、 OK でございます。いいですね、こんな時塩島ギザミはとっても、塩島大名役に立ちますね。この塩島のねフィールドは逃げませんからね、この甲殻種系は逃げないので本当にやりやすいなと思います。神集めでもお世話になりました。これで OK です、大名ザザミ。はい、大名ザザミ1匹の狩猟お疲れ様でした。次のカニ集めの準備ができたら、はい、またね。次が4つ目だね。カニ、馬、モグ、あ、こんにちは、モリチンさん。え、食ってる、やばい、こいつもう想像で食い始めた。え、そのことについては何も触れない、やばい、本当に水木こいつはもうギャグキャラなのね。そういうボケとかのそういう方に走ってるけど、そろそろやべえんじゃねえの。次将軍ギザミなんですけど、将軍ギザミはね闘技場のクエストがあるんで、あれ行きますよ。はい、 OK でございます。でね、ちょっとふと気になったというかね、これどうなんだろうって思ったのが一つありまして、シュレンドはこの対象なのかなってちょっと思ったんですけど、もしやった方いたらね、コメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。多分いけるとは思うんだけど、まあでも1階層目に出るかどうかってのもね、わかんないですから、それは本当に非効率的ではあるんだけど、でもし仮にこのついででできたりとかするんだったら、まあいいなと思ったんでね、どうなんだろうなって思ったんですけど。さあ4個目 OK ですよ、将軍ギザミ倒しました。で最後かな、おそらくこれがシャブ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 もうやばいやばい、想像シャブシャブしてる、想像シャブシャブはちょっともう頭きてるよ。え、何をしていたかですか。なな、何もしてないです。ちょっとカニを見てただけです。カニ、もうこいつのこれはもうボケとして見ておこうと思います。それより次が最後のカニ集め、タイクンザムザ1頭の狩猟。あ、マジでタイクンザムザやってくればいいの。なんかツイッターとかでちょこちょこ青い携帯までねやってる人いたけど、青白いね携帯までやってる人いたけど、まあそこまでやんなくてもいいとは思うけど、タイクンザムザか、久々だな。あ、クエスト用意してくれたんだ。向かう準備 OK ですか、すぐに受注されますか。はい、やりますよ。ここで最後はこれでやってくれるんだ。じゃあやっていきましょうか。ピチピチカニを狩れ。これが最後のカニ集めです。カニ集めです。最後はタイクンザムザ1匹を狩猟してきてください。ヤオザミのカニ汁、ガミザミのカニサラダ、大名サザミの焼きカニ、将軍ギザミのゆでカニ。どれも美味でし、どれも準備しておきます。こいつ先に食ってたのか。違う、想像とかじゃなくて、こいつ先に食ってやがったな。そしてまあクエストとしましてはハンターランク帯だと思いますので、本当に多分速攻で終わっちゃうと思うんだけど、どうだろうね。さすがにこのモリモリのゴリゴリの装備だとどれぐらいで終わるのか。あ、でもなんか意外と耐えるぞ。あれ、これ合手とか合手レベルか、どうなんだ。あ、ててあ、食らってる、いつの間にかダメージ食らってる。こいつね、強くなったら天使とかになったらすげえ強いなとは思うんだけど、まあならないんだとは思うんだけどあー、オッケーオッケー、はい、こんな感じでしたね。多分5種ぐらいの強さなのかな、クエストとしては。まあ一応こんな感じでございました。ハンターランク帯のあのキークエストにあるやつ、あれだともう本当にこれで終わるんだけど、これは多分そうだと思います。5種あたりだと思いますね。それじゃあもうこれで終わりかに。はあ、僕も語尾がカニになってしまった。水木の影響だ、これは悪い影響だ。はい、ということでこれでタイクンザムザ1匹の狩猟お疲れ様でした。これでカニパできますね。お前は先に食ってたんだろ、おい。それでは一緒にいただきますと言いたいところなんですが、ごめんなさい、モリチンさんの分も私の分も気づいたら全部なくなっていたんです。おい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 、やべえよ、本格的にやべえよ。私の分もなくなったじゃなくて、おめえが食ってんじゃねえか。カニを前にしたら手が止まらなくて、気づいたら全部その食べちゃってました、すみません。こいつマジやべえな。ここで受付しかしてねえのに、こいつマジでやべえな。でもこれではいけないと思いまして、私偉い人に相談しに行ったんですよ。ちょっとゴゴマに似てる人なんですけど、あ、まあミヤモはね、
はい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 、ゴゴモアに似てるといえばまああれかなとは思うんですけど、僕はねあのクエストやったことはないんだけど、まあなるほどね。でもゲーム内まで出てくるか、まあ偉い人だしね、作ってる人だしね、ゴゴモアに似てるらしいんだけど、うわーまあゲーム内まで、あんまあまあいいや、とりあえず、まあ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 、そうしたらその人もしかするとなんとかできるかもって言ってくれたんです。カニ道楽味のリクエスト瓶という商品があるそうで、森千里さんの運が良ければお届けできるかもしれません。これ欲しいな、食いてえな。聞いた話によると、タイクンザムザよりも美味しいとか、ううー食べたい。これがリアルとゲームの差さ。もしかしたらまた食べちゃうかもしれないですが、でも森千里さんにもカニを食べてほしいですマジこいつ好感度もうガタガタになってるけど大丈夫か。森千里さんにカニを届けたい旨はゴゴマ風の偉い人に伝えますので、あ、もうよろしくお願いします。お届けできるように祈っていてくださいね。それではお疲れ様でした。ということで、これでOK なんだと思います。まあ今回は10万時間ありがとうカニ道楽味のリクエスト便、総額10万円相当プレゼントのこのイベントをやりました。水木とカニパネ、まあちょっとねめんどくさいかなと思うんですけど、このねカニがもらえるんだったらね、もし仮に当たって届くとしたら2月頃になっちゃうかなとは思うんですが、まあでもこれをやってこちら側が損することってゼロなので、これはねぜひやっておくといいと思います。みんなでカニ食べようぜ。ということで今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。